気がつくと、いつもそこに言葉があった。言葉に励まされ、言葉で強くなれる。そんな言葉に会いたくて、そんな言葉を届けたくて。渡辺翔子、言の葉だより、私が出会った素敵な言葉たち。明けましておめでとうございます。渡辺翔子です。新年最初の音声版言の葉だより、今年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。2022年今年最初の言の葉です。新しい自分をサボらない。この音声版言の葉だよりは、過去に配信した文字版の原稿を第1回に遡り、今も色褪せない言の葉を順々に構成し直して音声化しているのですが、偶然にも新年にふさわしい言葉が今回に当たりました。これは文字版を配信した2016年9月に出張先のホテルで見たコマーシャルの中の言葉で、新しい自分に出会おう、挑戦しようという意味合いで使われていましたが、自分をサボるという言葉にはたくさんのメッセージが込められているな、面白いなと思いました。サボるということは、もうすでにそこにあるものややらなければいけないことに手をつけないということですよね。そうなると、新しい自分をサボらないという言葉には、あなたはもうすでに新しいあなたなのですから、早く本当のあなたに気づいてください、あなたの先を行っている本当のあなたを見失わずに追いついてください、などのニュアンスが含まれているのではないかと思ったのです。厳しくも優しい、私たち一人一人の未来を開いてくれるエールのように感じませんか？新しい自分をサボらない、しっかりと心に留めて2022年を送りたいと思います。さあ、新しい一年がスタートしています。今年もとびっきりの笑顔でいきましょうね。